どうも皆さんこんにちは。今回はセガサターンで発売された脱衣麻雀ゲームファイナルロマンス2について紹介していくぞ。相変わらず脱衣麻雀が好きですね。うむ、脱衣麻雀が世の中に存在していなかったらわしも麻雀は覚えていなかったであろうな。脱衣麻雀といえばセタのスーパーリアル麻雀が有名じゃが、個人的にはファイナルロマンス2の絵柄も好きで、当時はよく遊んでいたものじゃ。ファイナルロマンス2が好きだったという方はぜひ見ていってください。ちなみに、お上は色が嫌いなので、残念ながらビーチクまでお見せできません。申し訳ござらぬ。どうしても見たい方は、詳細欄で紹介しているブログからどうぞ。それでは早速始めていくぞ。初戦の対戦相手は、爆乳ウェイトレスの布川美久じゃ。ああ、この子は、なんか見たことありますね。初戦の対戦相手なので、この子を見てあーの脱衣麻雀か、と思い出した人も多いじゃろ。いらっしゃいませ。え？麻雀ですか？店長には内緒ですよ。ファイナルロマンス2は、よくある脱衣麻雀と同じで、最初にイカ様アイテムを購入することができる。後半の CPU は強敵なので、このアイテムの使いどころが勝敗の鍵を握るとこじゃな。ただし、初戦の対戦相手の布川美久は、そこまで強敵ではない。脱衣麻雀の初戦の対戦相手はみんな弱く設定されていますからね。ちなみに、全キャラ共通して言えるのが、1回目の勝利で上着を脱ぎ、2回目の勝利で下着姿に、3回目で上半身は裸という流れじゃ。エロは厳禁なので、残念ながらビーチクはお見せできません。なので、2回目までしかお見せできませんのでご容赦願います。ということで、サクッと2回勝利して、終わらせるぞ。クモ、ピンフ、ドラ、ミ。もう最低。ズモ。ビーチズモ乾杯。バストの大きな女の子は嫌いですか？私と勝負なんて10年早いんじゃない？まあ、軽く遊んであげるわ。次の対戦相手は、お立ち台とかに乗ってそうなデイハーな女性、朝倉玲奈。時代を感じるキャラクターですね。この辺りから徐々に敵も強くなってくるので油断は禁物じゃ。はい、交換シール、積み込み V ドリンク、ドラでの小槌は特におすすめじゃぞ。親で羽万以上で上がると、相手の点数を一気にマイナスにすることができる。そうなると、一度の対戦で3回目まで一気に脱いでくれるぞ。アイテムを使用して、初戦は高得点で上がる。これがおすすめの戦法じゃ。なるほど、さすが脱衣麻雀をいろいろやってきただけのことはありますね。今の麻雀ゲームは、勝手に論してくれるし、街も教えてくれるが、この頃は全て自分で。操作しなければならず、当たり牌を見逃すことも多かったの。染めると街が多くてわからなくなることもよくありましたよね。今の麻雀ゲームと比べると、ちょっと敷居は高いかもしれませんね。そういえば、最近はなんで脱衣麻雀がないのじゃ？昔は、どのゲーセンにも1台くらいは脱衣麻雀が置いてあったぞ。倫理的なものですかね。不快に思う人がいるからやめろとか。まったく、生きづらい世の中になったものじゃな。堂々と下ネタを叫べる時代が、また来てほしいものじゃな。そんな時代が来たことありましたっけ？まあ、愚痴はそのくらいにして、さっさと二人目も脱がしていくぞ。乾杯、トイトイ、本一、ドラ、さん。ちょっと油断しただけよ。ま、約束だからね。私をここまで追い詰めるなんて、なかなかやるわね。エミリー、まだ麻雀のルールがよくわからないから、手加減してね。3人目の対戦相手は、伊藤エミリ。いいとこのお嬢様って感じですね。麻雀初心者という割には、なかなか強敵じゃぞ。ビギナーズラックというやつですかね。ここも、積み込み V ドリンク、ハイ交換シールを活用してあっさり終わらせるぞ。
おお、これは高いですね。まだだ、まだ終わらんよ。いでよドラでの小槌。数え100万いくかな。で、一個も乗らんのかい。でも、親の倍満ですから、一気にマイナスにできましたね。ま、今回はこれくらいにしてやろう。リーチ、クモ、パンパイ、パンアンコ、キャンタ、ドラ、ニ。今の、なんていう役なの？うん、負けたら脱ぐんだっけ。また負けちゃった。負けたら脱ぐなんて、麻雀って変なゲームね。瞳の部屋にようこそ。え？麻雀したいの？いいわ、やろ。4人目は、中条瞳、20歳。4人目は清楚なお姉様って感じですね。実はこういう真面目そうな人ほど、すごいエロいとか、妄想してました。まあ、妄想は自由ですから。では今回も、いつものイカ様アイテムで、サクッと脱がしていきますか。よろしくお願いいたします。今回も、良い手ですね。まあ、イカ様アイテムを使えば、100万も意外とできるからの。リーチ、クモ、パンパイ、本一、ドラ、一。見て、胸の谷間が綺麗でしょ？私、下着集めが趣味なんだ。うわぁ、でっかいですね。まさに、アニメのような乳じゃな。まあ、アニメですけどね、わら。どう？このショーツ。フリルが綺麗でしょ？あたしは牧原ひろみ。あなたの噂は聞いてるわ。でも、あたしに勝てるかしら。5人目は、小生意気そうな小娘の、牧原ひろみ。うわぁ、この子も可愛いですね。この娘も、当時から人気が高かったの。しかし、ここからは強敵で、ワンコインで、ここまで脱がせた人は、そう多くはいないはず。平成の脱衣麻雀で、ワンコインで脱がせるのは、せいぜい二人くらいでしたよね。今回は、セガサターン版なので、心置きなく脱がせるぞ。今回もいい手ですね。しかも、一発つも。さすがメガトンリーチ号。おお、ドラがめっちゃ乗った。リーチ、一発、クモ、パンパイ、本一、ドラ、三。なかなかやるわね。じゃあ、こんな感じでどうかしら？そんな強いな。でも、もう負けないよ。僕が池谷マリナだ。手加減はしないからな。さて、次は個人的に最も好きだったスポーツ系女子、池谷マリノ。ショートカットの子が好きですもんね。ショートカット、褐色、汗、に外れはないぞ。もう少し筋肉がついていると、なお良かったが。リーチ、クモ、パンパイ、ドラ、ニ。まだまだ、勝負はこれからだからな。あ、またやられちまったぜ。ん？どこ見てんのよ。ようこそ我が社へ。麻雀なら私がお相手いたします。7人目は、美人熟女メガネ秘書。なんか、社長の愛人っぽいですね。AV で、そういうのありそうじゃな。しかし、よくドラマ仕立てになっている AV があるが、あれまともに最初から見るやつおるのかね。好きな人も、中にはいるんじゃないですか。どうせみんな早送りして、絡みのとこしか見ないじゃろ。あんな素人演技のドラマに時間を費やすなら、最初から最後まで、全部エロシーンにしてほしいわ。
やっぱ、AV は企画ものが一番じゃな。お気持ちはわかりますが、そろそろ、麻雀の解説をしてください。解説も何も、やることはいつもと変わらん。イカ様アイテムを使って、全部脱がす、ただこれだけじゃぞ。てか、スーアンコウが先発ってますよ。おお、いつの間に。来たスモ。たとえゲームとはいえ、役満流れるのは、嬉しいの。どうされました？目をそらしたりして。もっとこっちにいらしたら？参りましたわ。私の乾杯ですわ。どう？この衣装。ゲームなら何でも大好きよ。8人目は、ゲーム大好きコスプレ少女。さすが終盤の相手っぽく、なんか強そうですね。ここまで来たら、あとはアイテムを活用しつつ、堅実に打っていくしかないの。ちなみに、この子だけは2回目でリーチクが出るので、2回目のご褒美画像は、途中までしかお見せできません。どうしても見たい方は、詳細欄にあるブログからどうぞ。リーチ、一発、スモ、ファンファイ、サンアンコ、ドラ、4。下にレオタード着てたのよ。残念でした。スモ。リーチ一発スモ。ついにここまで来たのね。この私に勝てるかしら。ついにラスボスの登場じゃ。なんか性格の悪そうな昔のアイドルって感じですね。と言いつつもまたスーアンコウがテンパってますよ。ふふ、しかも今回はメガトンリーチ棒があるのじゃ。ってことは絶対スーアンコウが上がれるってことじゃないですか。親じゃなかったのが残念なとこじゃな。スーアンコ。あん、やるわね。あなたのビートを感じるわ。すごいわ。でも私は最強のアイドル。負けるわけにはいかないわ。さて、今回のセガサターン版ファイナルロマンス2はこれで終わりじゃ。家庭用ゲーム機にしては、結構攻めてましたね。あとはスタックロールが流れて終了じゃが、もう終わったと思って、すぐに電源を切らないように。スタックロールの合間に、序盤に登場した6人の女の子のムックー画像がもう1枚見れるぞ。おお、それはぜひとも見たいですね。それでは、今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。